79歳の男の人が琉球王朝以来の伝統を持つ琉球古武術の師範として今も第一線で弟子の指導と育成に当たっています。この男は稽古を続けています。ありがとう。琉球古武術のモトブウドゥンディは刀、槍、薙刀、ヌンチャク、サイなどどんな武器を持った相手に対しても素手や棒など身近なもので立ち向かい相手を傷つけること。今日は3ヶ月に一度の野外稽古の日で恩納村の万座坊でおよそ2時間にわたる激しい稽古が続けられましたが、上原さんはほとんど呼吸の乱れも見せず鮮やかな腕の差を見せていました。100人近い弟子がいるということで、上原さんはこれからも体の続く限り第一線で頑張りたいと話しております。はい、私たちの先生、上原誠吉先生ですけれども、はい、この方に舞の手をいろんな形でこう示してるわけですけれども、上原先生も非常にこう自然な流れですね。足運び、手の運び方ですね、はい、